外の一階で彼は夢中で絵を描いていた。描きたかったのは自分のこと、自分を取り巻く世界のこと。小さな頃から絵が好きだった。理由はみんなが褒めてくれるから。でも今じゃ褒めてくれるのは一緒に暮らしている彼女だけ。でも彼はそれで幸せだった。すれ違いの毎日だけど、彼女はいつもの置き手紙、桜模様の便箋が愛しい。気づいたら夜が明けていた、気づいたら日が暮れていた、気づいたら冬が終わってた。その日初めて絵が売れた。状況はすでに変わり始めてた。次の月には彼の絵は全て売れた。変わってくのはいつも風景。誰もが彼の絵するわけもない。小さな部屋に少しずつ増える宝物が彼は嬉しかった。いつまでもこんな状況が続いてくれたらいいと思った。彼はますます絵が好きになった。もっと素晴らしい絵を描きたい。描きたいのは自分のこと、もっと深い本当のこと。最高傑作ができた。彼女も素敵ねと笑った。誰もが目を背けるような人の浅ましい本性の絵。誰もが彼の絵に眉を潜めた。まるで潮が引くように人々は去った。変わってくのはいつも